私も小説の仕事が残ってるんで。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、キララファンタジア始めていきましょう。日に焼けやすいので日差しがちょっと心配です。トレーニングも終わらせましょう。しっかり。こんばんは。次はもっとできるように頑張ります。いい感じよ。もう子供じゃないから大丈夫です。すみません。助かりました。すごいです。尊敬です。天才です。憧れます。あー、どうも上限を超えてるみたいですね。さらに中のあずさです。親がじゃ、そこで、うん、マイルームの訪問です。できないんですよね、この辺も。あ、アップできる。ここもダメですね。中が空いてるけど、なんだろう。フレンド、あ、嬉しいですね。フレンドリクエスト来ました。お、国防仮面ってあれじゃないですか。ゆうゆキララと関係ないかな、ゆうゆうって。これでキララポイント獲得成功です。クエスト、ハングリークリスマス。プレゼント選ぶ時間って楽しいよね。それが大事。収集クエストを行いたいと思います。今日は室内でトレーニングしよう。さあ、まずはエネミータイプ赤をやっていきたいと思いますが、まずにゃんか。ひだまりも入れたいな。お、これにあえて入れてみよう。オーバーしちゃうんじゃないの、これ入れたら。え、でも、あ、いけますね、これだと。リゼ、私もついてっていいですか。ボーナスです。強敵ですね。お願い。あんまりダメージ与えられない。これは倒しました。大丈夫ですか。大丈夫ですか。味方単体のリキャステって何ですか。使ってみましょう。たまりスケッチミノ。ディフェンダーもアップしますね、これは。
シャミ子が寒がるから今日は室内でトレーニングしよう。再度おメンバーの下のリゼの方に行ってみましょう。出発しましょう。効きますね。これでどうです？手加減しませんよ。ああ、今は我慢の時だね。使ってみましょう。皆さんと一緒なら。キララです。力をお借りで。それでは皆お願いします。ありがとうございました。ダメージがね。しない。サポートします。あとはお願いします。ねえ、なかなかあのクリアするは苦労、一苦労です。正直足なぞりになるぐらいだったら後ろに置いて戦った方がまだまマシですよね。ということで中級者の盾。それでは行ってまいります。強敵ですね。皆さんと一緒なら力をお借りしまで。それでは皆お願いします。しましたね。当然のことをしたまでです。キラーは仲良し度アップです。
どうしたんでしょう。キララさん、あ、ランプが近づいてきた。なんか隠してんな、キララ。これを見てください。お菓子詰め合わせ、美味しそうです。がある。どうしたんだい？やれやれ。まったく。めちゃくちゃ大号泣。あらぶつかってる、やれやれ。そうだね。鍛えるってことが大変です。すみません、助かりました。すごいです、尊敬です、天才です、憧れます。お、不思議な木の実っていうのを受け取れますね。さあ続いどんどん行きましょう、先へ。一緒に頑張りましょうね。その前に日付が変わりましたのでボーナスをもらいます。練習すれば不安も吹っ飛びますね。どんどん石もらえます。石がどんどん増えていきます。ハングリークリスマス収集クエスト、シャミ子が雪合戦隊まだですね。後日な21日からです。シャミ子が寒がるから今日は室内でトレーニング。中級させないんですね。簡単に倒せるほど甘くはないってことでしょうか。さあ倒しましょう。クラエリス強い。
ミコは悪くないよ。クリスマスはシャミ子にダンベルをプレゼントしよう。これ鍵は見てみましょう。さっきのコルクの飲んでたコーヒー飲んでみようかな。口移し。素材はどうする？武器スキル。スキルってあげられるのかなと思った。スキルアップか パウダーが必要なのか。これ確かレベル3だったのがだんだんと上がってきますよね。メモリアソニック、常に前線に出してるんで、その辺のスキルが上がってるんでしょうね。雪合戦大会したいから雪降らないか。この時期は街中が賑やかで。続いて上級行きましょう。リゼが多いですね。リゼの人気がわかります。準備できてるよ。早く行こうよ。やってやろうじゃないのさ。恨みっこなしだからね。きっと大丈夫。ちょっとだけ痛いの。今スキルアップの、アニメーション出ましたね。何するんですか？ かな。こうしてやる。やい。よいしょ。とどめがさせません。単体のキャスト。大丈夫ですか？なんだろう。うわあ！こうしてやるやい！何するんですか？本気の力。ラストですね。見過ごすわけにはいきません。悪さは許しませんよ。見たんで、では。すると思うんですけど。なんて言わないですよ。あー、もうちょっとですね。この時の楽
65です今。シャミ子が寒がるから今日は室内でトレーニング。上級です。なるための修行です。皆さん、はい、鼻ペコになった。あの時のために練習したんですから。いきます。あずにゃん、あわ、うん、やりました。やりましたが、死者が出てしまいましたからね。もう一回やり直しです。シャミ子が寒がるから、今日は室内でトレーニングしよう。もっと、これで、今、ナーか、25なんで、今度は死なずにクリアしないとね。リゼ、それでは行ってまいります。
きます。何するんですか。よし、どんな問題。クリスマスはシャミ子にダンベルをプレゼントしよう。やめてよ。えいや。痛くしないでね。さあ、みんなと一緒ならできるよ。チェックメイトですよ。いきます。倒したか。すごい、やりましたね。チェノも上がればなと思ったんですが、シャミ子が寒がるから今日は室内でトレーニングしよう。これなんだけど、ありがとう。助かっちゃった。仕方ないですね。そのが高くなると、松本より子です。今は先生じゃなく僧侶なので、怪我をしたり病気になった人は私に言ってね。中後ろは上がらないといけません。そうですね、今30あるんで、もう一回行ってみましょう。雪合戦大会し、クリスマスはシャミ子。こう変えましょう。僧侶。
オーバーするんだ。補鉄も選びますね。それでは行ってまいります。やってやるです。みんな大丈夫？えい、この技なら。おー、一匹一気に来た。何か恥ずかしい。見えない聞こえない見えない聞こえない。さあまた行きます。あずにゃーん。すごい。限定交換かな。ハングリークリスマス。不思議な魔法薬な、不思議な感じがあります。コインも交換できますね。ひとまずは交渉成立。なるほど、不思議な魔法薬とかこの辺で、ただスケッチかな。210ステラが1、ベネベネが1、ルミーかな。交渉成立。進化もいろいろありますね。交渉成立。双葉も持てますが、この辺がいいかな。あくまで補助ですからね。交渉成立。
超進化は誰もなしで、限界突破はこのうちの5ですね。あ、できる人がいます。アルミベーベーなので、私の時代が来ちゃったかも。なるほど、戦士かな。一つ壁を越えられ、この辺はないんで、中野あずさです。おや、こちら行ってみましょう。どうなるんだ。まあまあかな。何を鍛えるんだ。仏教界ですね、これで。スキルパウダーってどこで手に入れるんだったっけ。今、6まで上がりましたね。こういう風にしてどんどんスキルを上げていくってことが大事ですね。自動発動スキルっていうのもあるんで、こうやってどんどん武器の力を上げていきたいと思います。ひとまず今回はこのハングリークリスマスのシャミ子にダンベルをプレゼントしよう。収集クエストのエネミータイプ炎だけをやりました。エネミータイプ月をまた次回行いたいと思います。行えるように、忘れないようにしたいと思います。ぜひ次回も応援よろしくお願いします。お気に入りましたブロ、チャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。